アイドルさんこんばんは。ログインしたらめっちゃうんこ入れられてる。助けて。いやちょっと待ってよね。画面がとんでもないことで、おい、俺の家うんこだらけになっちまった。うんこが消えていく。こう見ると寂しいな。てなわけで今回は最後の洞窟、仮想の洞窟に行きます。で、装備なんだけど、いつもと違うのはロケットランチャーじゃなくてショットガンを144発持ってきた。前回30発ぐらいしか持ってこなかったんだけど、もう本当に序盤の序盤でなくなっちゃったからやばかったのよ、戦力にならなくて。で、弾の節約のために剣も持ってきて、回復のメディカルブリュー、これ20個しか用意できなかったんだけど、あとこれだ、ボーラ、これなで持ってきたかっていうと、ラベジャーくらいかな。そうだよ、ラベジャーボーラ効くから、ラベジャーぐらいの大きさの恐竜だったらボーラで拘束できんので、拘束したらもう剣で殴るだけだから弾の節約にもなるし、まあ、単純に安全だから17発。これならまあ100発ぐらい持ってこいって話なんだけど、これちょっと諸事情で17発だね。でね、剣をもらったんだよ、青い剣。これ武器攻撃力 127.5% だから、まあ 1.25 倍だね。普通の剣より 1.25 倍攻撃力ある。これが今回の切り札まである。うわー、ここだー、すげー。え、待って、敵の量やばくない？あー、やばい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 。ん？でも6ドレでいけるよね。あー、やばい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 、6ドレでいけんねん。じゃあ押すなよ。やばい、シーカーってこんな威力あんのか。ここはまだ洞窟の前座ってことなのか。多分この先人間体じゃないといけないんじゃない？これ確実にさ、洞窟っぽいんだけどさ、何これ、普通に6ドレで進めるぞ。簡単くさくね？うわー、でもやばいな。敵の量は尋常じゃないね。あと、ムカデはね、なんだっけ、攻撃の 2% か、何かをね、跳ね返すんだよ。だから、殴れば殴るほど、別に攻撃されてもないのに、こっちの HP 減っちゃうのね。それ、やばくね？いやー、やばい、敵の巣窟や。これが一時に襲いかかってこなくてよかったな。すごいな。でもさすがにそこのプール、ナイトプールには湧かないんだ。まあそりゃそうだよな、生物が分けられじゃないもんな。あれ、なんか誰かのグローテール殺されてるぞ。つうかこいつら襲ってこないんだけど。殴ると周りも襲いかかってくる。あかんあかん、それはあかんで。ちょ、これそのメガロの大群はあかんよ。ほら、奥のやつらさ、殴ってこねえんだよ。なんだこいつら。元洞窟の門番ならお前らやる気出せな。戻ってきてる？俺ダメだ、戦闘橋で。本当に無理だよ。方向落ちすぎて俺みんなを戦闘できない。補給物資も取れないし。お、コンパウンド棒の紫だ。でもセメントとインゴット560とかもう半端じゃねえぐらい使うぞ。あとグライダースーツだ。おお、おお、おお、マジか。追跡者のアーティファクト。お、マジか。俺が作ってきたロケランとかマジ
おい、なんだったんだこれ。クソ余裕だったんだが。イエーイ、三つ目だ。かっこいいけど、なんかちげー足で。簡単すぎるでしょ。だって、まあ、こっちの一番最初のやつが、多分、1時間前後ぐらいかな？そんなかかってないか、40分とか？で、2個目に至っては、5時間。で、3つ目は、ものの20分とかよ。しかも、半分の10分ぐらいは、俺が先頭にいたから迷っていただけ。ただ、ぐるぐるしただけ。もう本当に5分ぐらい。で、行けちゃう距離だったのよ。汗を流させてくれ、汗を。この2個目みたくさ。難しくていいんだよ、洞窟っていうのは。もう本当に、うわぁ、強すぎる、クリアできないぐらいがちょうど良くて、俺もそれをね、見に行ってたのに、なんじゃこれ、ロックドレックで飛んだらすぐ作って。だからこいつだけ一匹これ丸いんだ。ほら、見て。ちっちゃいじゃん、一つだけ。だからもうアーティファクトの形に、難易度が出ちゃってるわけ、甘えが。形が甘えに出てる。まあ何はともあれ3つ集まっただけだ。これでボスに行けると。なんだけど、どうしよっか。俺的にはリーパーキングをテイムする前に、なんかスピノでボス行ってもいいなと思うんだよね。スピノも今のままだと弱いけど、交尾させれば、まあ単純に強くなるから、擦り込みもできるようになって、全能力値が 1.2 倍になるし、ちゃんと 100% にすれば。だからね、とりあえず交尾させるわ。洞窟も全然取れたかなかったし、スピノーマルはね、こう見えてメスなんで、つか緑のスピノ多くない？スピノって緑ばっかなんだなぁ。この攻撃力が高いぜっていう個体とか、単純にレベル277で、レベルが高い個体と交尾させたいね。ただレベルを上げちゃってるから元のステータスがわかんないんだよね。子供っていうのは、親のステータスをそれぞれ3つ引き継ぐのね。だから、例えば、この体力、スタミナ、酸素量をスピノーマルから引き継いで、で、もう一匹の配偶者から食料と重量と攻撃力を引き継ぐと。移動速度は 100% 固定だから、それさじゃない。それが、55% の方で、高い方になる。ちょ、説明むずいね。親から3つ持ってくるんだけど、確率的には、その、親のステータスが、高い方を 55% で持ってくる。あー、これ伝わってるかな。まあ、要するに、強くなりやすいってことだ。ちょっとこの、俺、攻撃値高いぜと交尾させるわ。ね、交尾の仕方はね、覚えてるよ。何回もやったからね、生物の行動で、これ。エナーブルメイティングで、交尾できる状態にするんだよ。で、こっちもこうすると、ほら、赤いハートマークがなんかビクン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 でしてるじゃん。これ今交尾中です。これだね、交配ゲージ。超溜まるの早いわ。これが 100% になると、妊娠するのかな？それとも即生まれるのかよく覚えてないけど。いや、待て。モンスターによって違うんだ。多分、スピノサウルスは卵、産むはず。さあ、来るぞ。あー、やっぱ卵だ。お前、卵、自分のさ、卵を産んだ瞬間に、その上にうんこすんのやめろや。なんということだ。お前は子供なんだと思ってるんだ。で、多分、いっぱい起きすぎてることはないと思うけど、どうだ？あ、言ってんね。エアコンって、すごいわ。暑くするときは暑くして、寒くするときは寒くするんだ。ロックドレイクなんかはめちゃめちゃ低温じゃないと生まれないの。でもスピノは、まあ、普通に温めると多分生まれるタイプだから、二つの効果エアコンって、なしてんだな。おー、今時間あったじゃん。え？まだ時間あったのに生まれたわ。
しかも色かっけー。これあれだわ、スピノーマルの色じゃなくて、あっちのなんだっけ、広域の値高いよみたいなやつの色を引き継いだんだな。確か親の片方の色を受け継ぐ仕様だったと思う。あとはなんかたまに突然変異つって色が変わるみたいな。で、名前なんだけど、あの、いろんな候補があったんだよ。卵がちょっと溶岩っぽいから溶岩スピノとか、まあ、マグマザウルスとか、いろいろ考えたんだけど、俺ね、ふと思い出したの。あ、そういえば、卵を産んだ瞬間に、うんち上に乗せたなって。ってことは、まあ、脱糞なのかなって俺は思ったんだよね。そういう、親からの、メッセージだったのかなって俺受け取ったわけ。でも、やっぱり、脱糞って、つけると、すごいなんだろう、汚らしいじゃん。でも、この漢字を、ひらがなに変えることによって、まあ、吉生みたいな感じだよね。ひらがなって、やっぱ可愛いんだよ、脱糞で。